山口知事は今日防衛省を訪れ、岸大臣とおよそ20分間非公開で面会しました。終了後、知事は公害防止協定を見直すにあたり、漁協が挙げた3つの条件を大臣に伝えたと話し、誠意を持って対応してほしいと求めました。しっかり我々も防衛省さんも一緒になって、漁協の皆さん方に信頼がこう積み上がっていくような形でやってくださいということをあえて大臣にお話しさせていただいた。で、大臣からはしっかりと寄り添った形で やるからと言っていただいたということで、大変重いと思っています。漁協は協定を見直す条件として、駐屯地からの排水対策、土地価格の目安、候補地以外の土地取得の考え方の3つを挙げていて、いずれも防衛省が対応する内容です。漁協は条件の検討状況を確認するために、県を含めた3社での意見交換の場を設けるよう求めていて、山口知事はそういう形で進むと思うと述べました。これまでの経緯を簡単に